ボディユニットチェック完了。メモリーユニットチェック完了。メンテナンスモード終了。ヨルハキ隊 9S 起動。おはようございます、 9S。 僕は敵大型ユニット内部での戦闘時にユニット構造物が崩落、落下したヨルハキ隊 9S はダメージを受けたため緊急サスペンドモードに移行。墜落地点付近は危険と判断し現時点まで搬送。現段階で全てのチェック及び再起動を完了。オペレーターさん、遭遇したモデル 210 は死亡。ブラックボックス信号も停止。そう、現状報告。塔にアクセスするための認証キーを入手。アクセス認証キーの入手を確認。塔の調査が可能な状態。わかった。
リがない。優遇の反応は優遇？君たちは 9S 来ると思っていたよ。ここは私たちが何とかする。君は塔への扉を開いて。デボル、オボル、どうしてここに。約束しただろ。は？何言ってるんだ。ナインエス、今のうちにハッキングして。わけがわからない。詳しいことは塔に入ってから説明するから。Thank you.